私どもセーフティーオイルトランスポートは大型タンクローリーによる危険物配送を行っております。石油元売り各社や燃料商社様を荷主様といたしまして、ガソリン、軽油、灯油など石油製品を関東一円のガソリンスタンドなどに配送いたしております。大型タンクローリーによる危険物配送は事故が起これば大事故につながりかねません。安全輸送を確実にするためにドライブレコーダーやデジタコなどの導入、安全に運転を補助していただけるような車両の導入を積極的に進めております。ここ10年ほど社会に貢献したいという思いを持ってドライバーに応募される方も実際増えてまいりました。とはいえ危険物を輸送するという見たこともない仕事に挑戦するというのはとても大きな勇気がいることで、ホームページなどで現在ドライバーとして活躍している人たちの様子を掲載したりして、どのような仕事か理解してもらって入社していただくことがお互いに長く続く秘訣だと思って現在行っております。大型タンクローリーの運転は高い技術が求められます。大型タンクローリーでの危険物輸送は常に緊張との戦いとなっております。安全配送をドライバー一人に任せるのではなく、UD さんの車両を使用することによりハード面でも安全をサポートすることができればと考えました。安全で操作性の高い車両を導入することにより未経験者や女性ドライバー、さらには会社にとっても安心な材料となります。28キロのタンクローリーで自動配送のガソリンスタンドへ納品してます。危険物積んでて、あの大型車両なので常にちょっと先を見ながら運転してます。スタンドでの着車が一番大変ですね。狭い SS だったり、そこにあの乗用車なんかがあのたくさん止まっているので、同じ SS でもいつも状況が違うので、そこにあのタンクローリーをバックでつけるのがとても大変だと思います。細かいハンドル操作がやっぱり求められちゃうので、タイヤ1本寄せたりとか、そういう時にはすごくハンドルが軽くて扱いやすいです。死角が本当に怖いので、ハンドルが軽いとあのバックする時にハンドルはあまり気にせずにバックできます。女性目線ですとハンドルは軽いので、女性とか新人さんにはあのすごく乗りやすいと思います。あとはまあとにかく乗りやすかった。365日24時間雨の日も雪の日もタンクローリーは稼働しているんですが、やはり社会インフラの一翼を担うものとしての誇りと皆さんから信頼されることが本当に活力となっていると思います。もともとはタンクローリーを運転したくて会社に入ったので、現場の意見をいいものをどんどん取り入れて経営していきたいと思っております。